んたのお嫁さんを一目見たくなっちゃったね。のびちゃん嫌い。この子の名前どうする？のび、のび太。会いたい、おばあちゃんに会いたいよ。生きてる、歩いてる。泣き虫のあんなに小さいのびちゃんがこんな立派な男の子になるんだね。僕はこんなだから、もしかしたら静香さんを幸せにしてあげられないかもしれない。本当にどうしちゃったのかしら、のび太さん。どうしよう、このままじゃのび太くん何もかも忘れてしまう。のび太さん。のびちゃんは本当の強さを持ってるんじゃないのかい。静香ちゃんだってそのことに気づいたから。僕は静香ちゃんとの未来を必ず取り戻す。一生そばにいるから、一生そばにいて、一生離れないように、一生懸命に。ドラえもん50周年記念作品、スタンドバイミードラえもん2。